まあ、30年ぐらい前から化学肥料とか農薬のこの現代農業というのに疑問を持ちまして、微生物とかそういった有機を活用していくような、こう自然にこう優しいこのリサイクルの農法をずっと研究してきたんですけれども、今はムクナ豆っていう豆に出会いまして、でそれはまあ自然栽培でとてもできる豆 であと大豆とか玄米の栄養素が含まれてましてね、でそれを普及していきたいということで、まあ、個人的にはそれを進めています。ムクナ豆はもうそこら辺にばらまけばどんどん成長していく豆でして、沖縄ではもう本当に、ほったらかしてもできる豆 でしかも栄養素は大豆と玄米合わせたような栄養素なんですね。でプラス、パーキンソンとかそういった認知症に効くような機能性もありまして、でそれを沖縄で、まあ、普及してで今問題になっているのはうつ病とかですね、そういった認知症とかそういったのに皆さんに使ってもらいたいなということで普及をしています。まあ、世界的にもそうなんですけども、やっぱりお金を求めた農業ではなくて、でその地域地域にあった、健康とかね、そういった地産地消っていうのをやっぱり大切にした農業をまあ、県、国、まあ、市町村も含めてね、ちゃんとできるような予算付けもしてもらいたいなと思ってます。参政党は食と健康と環境保全っていうので、まあ、自分がずっともう大学からずっと続けてきたテーマと全く一緒なもんですからね、もうすごい自然にいろんなことができるように、もうやってて楽しいですね。はい、もうこれはブレないです。もうずっともう30年前から一緒です。